例えば今回、来た家族を含めますと150人ぐらいの方は大変キューバが好きになりました。こういうことが何度も進み探さないといくと非常に大きな、いい結果を将来生むでしょう。そうですね、まあ、もっともっとね、世界の国にキューバの良さっていうものを知らせてほしい。